去年の年末に販売していた一番くじでドラゴンクエストでスライムたちとパーティーやろうぜ750円の一番くじ、カステラメーカーが欲しくて挑戦、無事手に入りましたが使わずに放置していたので思い越しを上げて並べてみました。全コンプはしていません。ちょっと見ていこうと思いますが、まずこちらペーパーナプキン、でこれがガーランド、でこちら衣装でスナックトング、でこれが G 賞でパーティーグラス。このスライムのグラスは結構可愛いので嬉しいです。ライムスライムは分からなくて団子のやつで、次は D 賞で爆弾岩の型、氷も作れます。で次 C 賞、スライムのミニプレート3匹セット、スライムの小皿が3枚、でこちら B 賞でモリモリキングプレート、キングスライムの大皿で30センチ、でこれが目的のやつでベビーカステラメーカー、キングスライムとスライムのカステラを作れます。いいですね。でこれが A 賞となります。ということで今回はこちらを使いながらカステラの方をね作ってみたいと思います。すごいね。弱火5分と裏返して4分、残り1分ですがちょっと確認、
あ、ちょっと焦げてますね。ちょっと火力が強すぎたかも。では完成ですね。やはり若干生地も多かったので少し周りに盛りました。こんな感じで可愛いですが、まずは出来栄えは 30%。 今度はこんな感じでちょっとね少なめにしてみます。火力の方も超弱火にしてみて、3分経過したのでちょっと確認。なんか上に張り付いてますね。上に張り付くということは今度は生地が少なすぎ。はい、完成です。綺麗にはできてますが少し小さめでちょっとスリムなキングスライム。ではスライムのコップには水を入れて、スライムベースはファントオレンジ、ウクライナの蜂蜜、うん、まあ普通にうまい。次はバターで、
うん、丸ごといける。うん、うまい。はい、こんな感じです。なんかスライムを食べるのは少しかわいそうですが、パーティーに使うにはいいですね。今度はみんなでね、楽しみたいと思います。動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。